ングダウンで、うん、まあ、オーディションに出たじゃないですか、うん、出ました、ね、ユリタさんいて、はい、あれもう本当にあの時超久しぶりになったと思います。あれもあのオーディションの場で全くそうですね、連絡先も知らなかったし、いるって知ってました、ユリタさん。あ、もちろん、あの最初の時ですね、どの時ですかね、あの僕が登場した時はあのもちろんひな壇にいるっていう姿をその前回とかからネットの世界で見てたから、で、あ、頑張ってるんだって思って、うん、少しの間見かけなかったから、はい、そのトラブルがあった以降、はい、何年もの間、6年、7年近くというか、うん、ブログとかやってるみたいな聞いたことあったんですけど、まあ、僕自身も別に追いかけてたわけじゃないから、はい、自分の中でもなんかモヤモヤした中で距離を置いてたんですけど、うん、でふとした時にそういうブレイキングダウンって大会を知って、そこで暴れてる順所を知って、あ、頑張ってるんだなって思った時に自分のモヤモヤがもう一回モヤモヤしてたから、うん、だから生産をしたいな、でもあそこにたどり着くには、うん、いきなり俺が順子新宿かわかんないですけど住んでるところに行っておい出てこいよなんて言ってやれるわけないじゃないですか、うん、警察呼ばれるだけの話だから、うん、だからそんなことをしようとももちろん思ったことなかったし、だけど、あ、なんか生産するってなると格闘技に出てたから、うん、俺も戦いに行けば拳を交えてあの時は悪かったって謝れるチャンスかなってちょっと思って、でもそのためにはやっぱちゃんと自分の中で逆算した方式を取らないとたどり着けないと思って、あの、まあ、SNS っていうのを始めさせてもらったんです。まだ数ヶ月前から始めてね、はい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 、YouTube を撮るように、まあ、4ヶ月前ぐらいから撮るようになり始めたんですけど、はい、それもブレイキングダウンっていうのはオーディションが多分 YouTube で応募になるだろうなって予測してたんですよ。それでそういうのに手をつけ始めた。はい、じゃあその生産したいっていう気持ちは、うん、なんかもう恨んでるとかそういうね。ああ、違いますね。そう、本当むしろやっぱあの時それを受け止めてあげれるだけのキャパが自分になかったことを謝りたかったんですよ。それによって傷つけたし実際、うん、だからそういうのを謝れたらいいな。だけど謝りに来ました、じゃあ多分そこのあのケージには入れないみたいな、だから因縁をなんて言って、ちょっと雰囲気はもうこの機会だからネタバレで言っちゃいますけど、で杖も100均で行きながら買ってって、なんかこの雰囲気にちょっとあのアニメでいそうじゃないですか感じの人そこはだから自分の中でセルフプロデュースで、あの逆算してそこにたどり着くためにどうしたらいいかってことをやったっていうのが事実の話です。はい、面白いですね。面白いですね。面白いです。いや、面白いというか、なんかでもよくわかんない、やっぱ掴みきれない、なんでそこまでするんだろうなっていう、やっぱ漠然としたもうモヤモヤやっぱあるっすもん。あの、はい、多分美咲さんも今先ほど伺って33歳ね、はい、あの、はい、それ揃った年であるんですけど、はい、とこれから40とか、はい、多分年では先輩なんで言わせてもらうと、はい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 、ある時になんかこのもうあれも僕もある程度それなりにやっぱビジネスやらせてもらってて、お金じゃないってものにちょっと気づいた頃に、今度何を考えるかって結構みんな勉強したがるっていうのももちろん僕もそういう時もあったんですけど、そこもさらに過ぎると次に来るのはこのまま死んでいいのかってことになって、死ぬ前に何かちょっと後悔してたり、あの時にあの人に謝っておけたらなって人だから、もちろん順次だけじゃないんですよ僕の中で。まだいるわけですね。そういうことです。やっぱ過去にやっぱトラブルがあった人とかで、せめて謝って、もう今更仲直りはないかもしれないけど、なんかごめんなさいって一言、恋愛とかでもあるじゃないですか。なんか そういうのをちょっと自分の中で今、まあ自分の就活じゃないですけど、ちょっと大げさかもしれないけど、そんなに長く生きるって自分は思ってないから、ちょっと家計的にもそんなに長く生きてる人間があんまりないんで、そうなんですね、はい、ダウンとかで、まあ、そんなのちょっとしみったれた話なんですけど、ただそういう意味で逆算すると、じゃあ何やったらすっきりお墓に入れるかなって思ったら、まあ、ごめんねって言ってっていうのがちょっと自分の中でよぎって、